ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、沈む神社、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。ダイナミックな怖い話から、人混みが怖くなる話まで、いろいろな怖い話が集まったぞ。ダイナミックな怖い話とは？今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、沈む神社、という話だ。神社が沈むの？見事に沈むぞ。どんなお話なんだ？それでは、早速聞いていただこう。私が小学校2年生くらいの頃の体験。当時、夏休み真っ最中でしたが、親がどこにも遊びに連れて行ってくれなかったので、大変暇でした。ですので、仲の良かった友達を電話で呼んで、適当に何かして遊ぼうと思ったんです。しかし、夏休みなので、友達が旅行中であったり、帰省中であったりと、何かしらの都合があって、結局、二人くらいしか集まりませんでした。人数は少なかったのですが、私の家に集まって、仕方なく、その友達らでどんな遊びをするか話したんです。以下の会話は、当時の記憶をもとに、一部補っている部分があります。何して遊ぶ？ゲームする？せっかく集まったんやから、ゲームはないやろ。外で遊ぼう。でも、この人数やし、鬼ごっことかかくれんぼとかもおもろくないで。じゃあさ、あそこの山で探検する？あそこの山とは、私の家の近くにある山のことです。その山は、私の住んでいる地区の中で、一番大きな山で、稀に登山する人がいるくらい、大きな山です。しかし、そこは、子供だけでは危険だから入るなと、地区の大人や母に忠告されたことがあったので、最初は反対しました。しかし、友達二人が、あの山、あんま人いいひんから、バレへんって、と、強引に押されてしまったので、不安半分、好奇心半分で、あの山に探検することになりました。一応、家に戻って、親にバレないように、ジュースやお菓子、軍手などをリュックに入れて装備し、あの山のふもとに集まりました。ふもとに集まった時点で、空が微妙に曇り、暗くなってきたので、探検をやめようかと思いましたが、友達二人は、頂上で叫ぼうぜ、と、盛り上がっていたし、それに自分が、友達と遊ぼうと誘った本人ですので、探検をやめたいなんて二人には言えず、そのまま頂上を目指して、山に入りました。いざ山に入ると、山道は険しくて、尖った岩や枝が、半袖半ズボンの私の肌に当たって、大変でした。友達二人も、最初は楽しそうに、やべえ、すげえ、とか言ってましたが、疲れた、頂上まだ？と、自分の疲労を訴えるようになりました。それでも、めげずに歩き続けると、結構開いた場所が見えたので、そこでお菓子休憩をすることにしよう、と、友達二人に言いました。よっしゃ、あそこに一番に着いたら、お菓子多く食っていいで。と言って、友達 A は、先ほどあんなに疲れたと言っていたのに、すごい勢いで走っていきました。私は友達 B と、アボや、と言いながら、後を追います。すると、友達 A が、すげえ、と叫んだので、何事かと思いながら、友達 A の元に向かいました。私たちが開けた場所に着くと、友達 A が叫んだ理由を知りました。そこには、あるものがあったのです。それは神社でした。その神社は赤や黄色、青などの様々な色をしていました。それに、お賽銭の箱らしきものの側面には、鹿の頭がついていたり、鹿の頭の剥製みたいなあれ、神社でよく見る、大きな鈴に大量の短冊がついていたり、と、普通の神社ではありえないような作りをしていました。さらにおかしいのは、その大きさです。目測で、周りの木よりも大きく、東京でよく見る、高層ビルと同じくらいでした。普通そこまで大きいと、山のふもとからでも目立つと思ったのですが、そんな建物を、今までに見たことはありませんし、見えませんでした。すげえ大きいやん。こんな大きいの、いつから建ってるんやろ？この山、家の近くにあるから、いつも見てるけど、こんな大きい神社見たことないで。こんなに大きいと目立つのに、なんで話題にならんのやろ？しばらくは神社の周りで、すごいなどと驚いていましたが、友達 A が、中に入ろうぜ、と言ったのです。こんなに面白い建物なのに、入らないのはもったいないと。私は面白い建物というよりかは、変で気味の悪い建物だと思ったので、入りたくはない、と、友達 A に言いました。
友達 B も私と同じ意見で、友達 A に、勝手に入るのは犯罪やし、絶対やめた方がええわ。なんか、嫌な感じがする。と言って、止めようとしました。が、友達 A は私たちに、育児なし。と言って、私たちの制止を聞かずに、中に入ってしまいました。友達 A は神社の中で、お前ら来いよ。金色の仏さんがあるで、いくらするんやろ？いや、イノシシの剥製がある。と、興味深いことを言っていました。私は、中に入ってみたくなりましたが、友達 B が言った。嫌な感じがする。という言葉が、妙に頭の中に残り、気味悪くなったので、そこで、友達 A の様子を見ていました。それから、ちょっと時間が経った頃に、友達 A が、階段がある、登ってみるわ。と言い、そのまま階段を上がってしまいました。私たちはお菓子を食べながら、友達 A が飽きるまで待っていました。しかし、どれだけ待っても、降りてくることはありませんでした。友達 B と辛抱強く待ちましたが、どんどんと日が暮れてきました。もう、家に帰らないといけない時間です。痺れを切らした私と友達 B は、仕方なく神社の中に入って、友達 A を引き戻すことにしました。中に入ると、私たちは驚きました。外の奇抜な装飾と違い、中には何もなく、木の床と柱くらいしかありません。友達 A が言った、イノシシの剥製や、金色の仏さんなんてなかったのです。私たちは、なんや、あいつ、嘘つきやないか、なんもないやん、と怒っていましたが、重大なことに気づきました。階段がないのです。友達 A が登ったはずの階段が、私たちは部屋の隅々まで探しましたが、そんなのありませんでした。何もない部屋で、友達 A は何を見ていたのでしょう。どういうことや、なんで階段がないんや。でも、それやったら、友達 A はどこにいんの？私たちは上に向かって、そこから友達 A の名前を叫びましたが、友達 A の声は返ってきませんでした。もしかしたら、友達 A は階段を片付けて、上に行ったかもしれない。嘘をついたのは、私たちの関心を引きつけるためだと、無理やり納得して、神社の外でもう一度、友達 A を待つことにしました。外に出ると、異変に気づきました。神社の様子が、大きく変わっていたのです。鹿の頭のついたお賽銭箱や、短冊のついた鈴、カラフルな神社の外見が、なくなっていました。最も大きな変化は、高層ビルほどの大きさだったのに、周りの木と同じくらいの高さにまで、小さくなっていたことです。私が、ただごとでないとパニックになっていると、ゴゴゴゴと地鳴りがしたのです。私はありえない出来事の数々に、今度こそ怖くなって、うわぁ、と言いながら、神社から離れようとしました。すると、友達 B が、神社、沈んでる。と、私に向かって叫びました。意味がわからない。と、友達 B に言うと、よく見ろよ、神社が地面に埋まっとる。映画生き埋めになる。と言って、友達 A に、出てこい。と叫んでいます。確かによく見ると、神社が少しずつですが、音を立てて沈んでいます。私も、友達 B と同じように、出てこい、と叫びましたが、一向に出てくることはなく、と、音が鳴るばかりでした。私は中に入って、友達 A を探そうとしましたが、入り口がどんどん地面に沈み、小さくなるのを見て、おじけづいて中に入れませんでした。結局、私たちの呼びかけも虚しく、友達 A は神社の中から出てこずに、神社は完全に、地面に消えてしまいました。あとは、ところどころ沈んだ場所があるだけでした。私たちは急いで山を降りて、山と距離が近い、私の家に走り込み、家にいた父に、今までのことを話し、友達 A を助けてほしい、と言いました。父は私たちの頭を叩いて、バカ野郎、と叱った後に、こんなことを言いました。友達 A って誰だよ。私は唖然としました。父が、友達 A を知らないはずがありません。なぜなら、友達 A の父とは旧知の仲ですし、友達 A と私が、よく私の家で遊んでいることも、家族全員が知っていたからです。私は、冗談言わんといて、A の命がかかってるねん、と必死に訴えましたが、父は、知らないの一点張りで、ボケてるんだ、と言うばかりです。さらに驚いたことに、友達 B がこんなことを言ったのです。え、友達 A？ なんやそいつ。っていうか、俺が普通に山で探検してたら、お前が急に走り出して、いきなりバラすんやもん。ほんとビビってんけど、大丈夫か？私はもう、頭がぐるぐる回って、わけがわからなくなりました。
自分がおかしいのか、みんながおかしいのか、あそこで見た光景は、何だったのか。それからあとは、父に怒られ、一人で帰るのは危険だからということで、私の母が、友達 B の家に送っていくことになりました。以上が私の体験談です。今こうやって書き出してみると、嘘つきの書いた話みたいで、本当にあったのか、自分でも信じられなくなってます。しかし、今でも友達 A との思い出は、しっかりと残っていますし、私の妄想でもないと思うのです。拙い文章でしたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。まさか、B さんも忘れてしまうとは、意外な展開だったな。本当に神社が沈んでた。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。落ち武者の夢。本怖か、怖い話か迷ったけど、自分の中ではシャレにならないほどの体験だったので、こっちに書く。子供の頃、定期的にある夢を見ていた。その夢ってのは、母の実家にいる夢なんだけど、真っ暗なの。月明かりで、うっすら部屋の中が見える感じ。昔の家の作りなのか、玄関入ってすぐ高めの段差を上がり、そこが今だったんだ。その今に、母方祖母、祖父、私といるんだけど、異様に静まってて、突然祖父が、来るぞ、と、ぼそっとつぶやく。すると、玄関のドアが突然開き、落ち武者みたいなのが入ってくるの。赤い鎧を着て、顔は般若みたいなお面してる。ひたすら、それから逃げ回る。カーテンの後ろに隠れたり、お風呂場に隠れたりと、ひたすら、その落ち武者に見つからないよう逃げ回っていた。ひたすら何時間も逃げ回ってる最中に、夜が明け、朝日の日差しが入ってくる。すると、落ち武者はいなくなってる。祖父の、もう大丈夫だ、の合図で、隠れてた場所から出てくる。ってとこで、いつも目を覚ましてた。この夢を何度も見てた。当時はすごく怖かった。それが、10歳頃になると、その夢を見なくなってた。たまに、ふと夢のことを思い出すんだけど、気にならない程度。だけど、13、14歳の頃、久しぶりにその夢を見た。どうせ夢でしょう的な感じで、怖くなく、ひたすら隠れた。何度も同じ夢を見てたせいか、見つからない穴場を見つけてたんだ。それはこたつ。なぜかこたつの中は見つからなかったんだ。その時も、こたつの中に隠れて、夜が明け、祖父の声がかかるまで、ひたすらこたつの中で待ち続けた。掘りごたつなので、子供だから余裕で入れた。で、またしばらく夢を見ることがなかった。すっかり夢のことなんて忘れかけてた。19歳の時だったかな。久しぶりにその夢を見たんだ。最初は、ん?って感じだったけど、思い出してさ、祖父の、来るぞ、の声で、私はすぐこたつに隠れた。ここにいれば見つからない。そう思ってたよね。夢の中でも、現実と同じサイズだったけど、やけに掘りごたつの中が広くて、大人でも入れた。ずっとひたすら隠れてたら、急に静かになった。落ち武者の歩き回る音や、祖父母の逃げ隠れしてる音もしない。ああ、そろそろ夜が明ける頃かな。祖父の合図を待とう、と思い、しばらく待っていた。だけど、いくら待っても祖父の声がかからない。え、まだなの?と思ってたら、こたつの暗闇の中から、見つけた。こたつの中の暗闇の中で、落ち武者の顔がぼーっと出てきて、叫び声を上げた。夢の中で気絶したのか、その後視界が真っ暗になり、気づいたら目が覚めた。あれから10年経ったけど、落ち武者は夢に出てこない。次もし見たら、私は夢から覚められないんじゃないかと、心配になっている。横で寝ている。高校生の頃、自宅の部屋でたびたび、金縛りにあっていた。ただ、体の生理現象であると理解しており、恐怖心といったものはない。終わるまで声が出ない、目がつむれないといったことだけが、不便だった。その日も同じような金縛りで、ベッドに仰向けになった状態でかかった。早く終われと思っていたら、目の端に、ぼんやりとした白いもやが見える。横目で見ると、大きいもや一つ、小さいもや二つ。だんだんと白みが増してゆく。不気味で目をそらすと、もやが、ふっと消えた。もう一度見ると、こけしがあるのね。もちろん部屋になかったはずだから、さすがに驚いたけれど、声が出ないし動けない、こけしからは、なぜか目をそらせない。がむしゃらに動こうとして、なんとか目をそらすことだけできた。安堵した瞬間、首元に気配。
自分の真横にこけしが寝てるのよ。認識した瞬間、首ごとそちらを向くように、目線を固定されたような感じで動けない。恐怖と、なぜか不安で緊張していたら、こけしの顔が変化した。一般的な顔から、般若の顔へ。しかも、こっちを見ている。怖いのに、体も目線も動かない。そうしていると、こけしの顔へ戻る。すると、また般若の顔へ、だんだんと変化が早くなっていく。もう怖くて、多分気絶したんだと思うけど、両親に心配そうに起こされた。覚醒した時、あの金縛りから抜けたことの安堵から、泣けたよ。そういえば、金縛りは自分の部屋限定だったことや、こけしの由来などを調べたら、曰くもあったから気になる。身に覚えはないが。ケントや、あんまり怖くないかもだけど、俺についてるものの話。結構霊感というか、力があるって言われてる。知人の男性と初めて会った時、君、なんか面白いのつけてるね。って言われたんだよね。で、俺が、何がついてるんですか？って聞いたら、剣が一本見える。って言うんだよ。すごい悪霊だとか、物の毛でもついてるのかと身構えてた俺は、拍子抜けしたんだけど、その男性曰く、剣って言っても刀ではなく、もっと古い時代の両刃の剣で、何かの神様の持ち物か、もしくは神様自身の姿なんだそう。でも、本当に神様がついてるんじゃなくて、力の一部というか分身というか、そういう神様の廉価版みたいなものがついてて、その剣が、霊的に悪いものとか、悪い気から、俺を守ってくれているらしい。なんで、そんなに俺にサービスしてくれてるのかというと、単純に、その神様に気に入られてるからで、小さい時から、その神様が祭神の神社に通ってたからだと、その男性は言ってた。一応俺には心当たりがあって、今住んでる地域に引っ越す前は、奈良のとある市に住んでて、わかる人にはわかると思うけど、歴史的に結構有名な神社が近くにあったもんで、よく通ってたんだよね。多分、そこの神様に気に入られたんだろうってことだそうだ。あと、結構アグレッシブな感じで俺を守ってくれてるそうで、わかりやすく簡単に言うと、仮面ライダー部、グアール X ノリ、ルケイン。俺についてる剣が、俺に近づいてくる悪いものを察知すると、その悪いものに、すごい速さで突き刺さって、力を流し込む。悪いものは神の力に耐えきれず、塵も残さず爆散、本当にこう言ってた、するんだって。すげえみたいんだけど、俺、霊感が本当にないから、未だにお目にかかれてないのが、本当に悔しい。あと、今一番かわいそうな思いをしてるのが、俺に元からついててくれた、俺のご先祖様。まあ、俺の元々の守護霊なんだけど、すごい肩身の狭い思いをしてるらしい。そや、俺の体って狭いスペースに、ムキミノリ、ルケインと同居とかしてたら、気が気じゃないわなって思う。で、最近の話になるんだけど、俺、いろいろ私生活に問題が起こって、だいぶ落ち込んでたのね。見かねたじいちゃんばあちゃんが、伊勢神宮にお参りに行こう。って誘ってくれて、旅行がてらお参りに行くことにしたの。伊勢をいろいろ見て回って、最後に伊勢神宮に行った時、宇治橋歩いてたら、内宮の方から光の矢みたいなものがまっすぐ俺に飛んできて、俺を突き抜けていったんだよ。その瞬間、今までのネガティブ思考がバッとなくなって、なんとでも、どうとでもなる、みたいな、気持ちになれたんだよ。それから少しして、前述の男性とお酒を飲む機会があって、その男性が俺を見た瞬間、なんか増えてる。って、笑い出してさ、訳を聞いたら、九段の剣の他に、光の矢が追加されてて、遠近両方に対応した、防衛になってるらしいのね。どこで拾ってきたの？って言われたから、伊勢神宮に行った。って言ったら、多分剣の神様が、廉価版一つでは守りきれない事態に陥ってたらしく、光の矢は応援的な感じらしい。これで、ほぼ大丈夫だろうけど、さらに肩身が狭くなった俺の守護霊が、訴えかけるような眼差しで見つめてくるから、すごいかわいそうだって、笑ってたよ。何か打つ手はないかどうか聞いたんだけど、曰く、俺が死ぬまではこのままらしいんで、先祖様には耐えてもらうしかないらしい。すまねえご先祖様、俺が死ぬまで我慢してくれ。ご先祖様、かわいそう。こればっかりは仕方ないな。さて、次のお話は、人混みに行くのが怖くなる、かもしれないお話だ。どんなお話なんだろう？それでは、早速聞いていただこう。
ある日、友人の A と、二人で街を歩いていた。二人とも都心近くに住んでいたので、自然と遊ぶ場所は、人通りの多い駅の近辺になってしまう。休日の昼間ということもあり、街は大勢の人でごった返していた。いい加減、人混みにうんざりしてしまったので、とりあえず近くにあった喫茶店に入って、休憩をしていた。コーヒーを飲みながら、一息つく。この A という男だが、こいつは不思議なやつ、というか、ただの変人で、よくわけのわからない話をして、俺を困惑させる男だった。しかし、こいつには何かおかしな力があるようで、変なところで、妙な感の良さを発揮したり、俺の考えていることを当ててしまったり、俺の地元に初めて来た時には、3年くらい前かな、ここで事故があったよね。それで、女の子が一人亡くなってる。などと言い当ててしまうのだ。まあ、あらかじめ調べていたのかもしれないが、本人は、だって、そこに立ってるから。と言っている。喫茶店の窓の外には、まだたくさんの人影が見える。俺は、ふと思ったことを口にした。最近、こういう人混みに慣れちゃっててさ、街ですれ違う人のことを、RPG の村人みたいな。ただ、そこにいるだけ、みたいに思っちゃいそうになるんだよね。でも実際、全員に、住んでる家とか家族とか、昨日の晩飯何食べたかとか、人それぞれ、バラバラの生活を背負ってんだよな。A はそれを聞いているのかいないのか、なんとも言えない顔をして、コーヒーをすすっていた。ふと、A が口を開いた。本当は、そうでもないんだよ。俺は意味がわからず、はぁ、と、おかしな声が出た。A は語り出した。僕の知り合いに、こないだ恋人ができたってやつがいるんだよ。その出会いのきっかけってのがさ、まあ、いわゆる出会い系サイトってやつだ。そういう出会い方をした人ってさ、知り合いや親に紹介するとき、ちゃんと、出会い方をこと細かに説明することって少ないよね。大概の人は、知り合いの知り合い、とか、友達の紹介で、とか、曖昧な第三者を交えた説明をすると思う。まあ、ちゃんと説明する人もいるだろうけど、そういうことに対して、偏見を持ってる人も多いからね。突然何の話だ？俺は話の行く先が全くわからず、ボカンとしてしまった。俺に構わず、A は続ける。まあ、そんなことって、誰しも一度はあるんじゃないかな。長い説明を避けるために、あるいは、故意に情報を隠すために、曖昧な第三者の存在を持ち出すことは、それほど珍しいことじゃない。ああ、なるほど。まあそれなら、俺にも経験がないこともない。小学生の頃、親の貯金箱から少しずつ抜いた小銭を貯めて、ゲームソフトを買った時、友達にもらった、とか言って、ごまかしたことがある。A の言っていることの意味は、なんとなくわかったが、さっきの話と、何の関係があるのかはわからない。重要なのは、その第三者が決して具体的ではなく、あくまで友達というステータスしか持っていないことだ。はぁ？未だに話の着地点が見えてこず、曖昧な返事しかできなかった。知ってるかな？人が人のことを口に出した時に言葉に宿る、思念というか、思いみたいなのって、結構強いんだ。噂されるとくしゃみが出る、なんて言うだろ。まあ、そんなものはただの迷信だけど、昔から、そんな漠然とした認識は根付いているらしい。だけど、A は、コーヒーを一口すすってから続けた。この友達の話の場合は、そういった、思いの行き先がないんだ。大勢の人が口にした、その誰でもない誰かへの思念は、行き着く先もなく、この世を漂い続けている。少し、嫌な感じがした。こういう、人が多いところだと、あまりにもそういう思念がたくさんあるもんだから、たまに集まって、形を持っちゃうことがあるみたいなんだ。A は、少しだけ微笑みながら続けた。そういう、形を持った思念の塊は、意思を持ってるのかどうかもわからないまま。ただ、人の形をして、漂うように街を歩いているんだ。まあ、そんなにたくさんじゃない、そこの通りくらいの人数だと、十数人が限度だと思う。ゾクッとした。さっきまで歩いていた街を見る。もうそこが、人の世界には見えなくなっていた。たまにさ、A が、また口を開く。人混みを歩いてて、誰かと目が合うことがあるよね。そういう時、たまに相手が、何か気づいたみたいな顔をすることはない。まるで知り合いに会った時みたいな。別に知り合いでもないのに。少しだけ、思い当たる節がある。そういう人って、実は人間じゃない場合が多いんだ。ただ、君の友達という言葉から生まれた、そういう存在なんだよ。A はそう言って、コーヒーを飲み干した。君の悪い話だ、と思った。こいつの話には、いつも何の根拠もない。じゃあ、出ようか。
そう言って、席を立つ A に続いて、俺は喫茶店を出た。何の根拠もないはずなのに、慣れたはずの人混みを、もう俺は、顔を上げて歩くことができなかった。これは、興味深いお話だったね。うむ、言霊って言葉も、あるくらいだしな。確かに。さて、次からはまた短編を紹介するぞ。了解。それでは、早速聞いていただこう。ゆきちゃんの遺言。んじゃ、まとめたので投下します。人生初のお化け見た。今年の夏の話なんだけど、中学の同級生、女、がじ、したんだよ。駅のホームから飛び降りたって聞いた。参列した友人は、棺桶を覗くことが許されなかったとのことで、状態はお察しってことで。んで、先月たまたま、その駅の周辺で飲み会があってな。時刻は10時半頃だったと思う。片田舎のホームに、人はまばら。ふと、じ、した同級生、以下、ゆきちゃん、のことを思い出した。ここで死んだんだな、とか、そんな、死ぬほど思い詰めることなんて、何があんだよ、とか思っていると、駅にいる、自分以外の時間が止まった。いきなりの出来事に混乱していると、ホームの端から、ピンクのパーカーにジーンズ姿の女が、ゆっくりと近づいてきた。もう、その時点でゆきちゃんだとわかったけど、幻覚なのか、幽霊なのか、どちらにせよ、突然の非現実に、頭はハテナでいっぱいになった。目もそらせず、5メートルくらいのところで立ち止まり、フードを取ると紛れもなく、ゆきちゃんだった。目にクマができてて、ガリガリに痩せた感じ。幻覚かもって思ってたけど、これ幽霊だわ、って、直感的に思った。なんか同情すると、取り憑かれるって言うじゃない？そう思ったら、めっちゃ怖くなってな。でも、ああいう時って、マジで動けない。そうしたら、口を大きく開けて不気味な顔をし、超でかい高い声で、キャ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 。って、笑ったと思ったら、突然、体中が血を吹きながら折れ曲がり、その場に崩れ落ちた。普通に、って思った。てか、言ってたと思う。意味わからんし、え？何？って聞いたら、こうやって死んだ。って言ったと思ったら、また、さっきみたいに、普通に前に立ってた。んで、怖すぎて意識が飛んだ。気がつくと、見知らぬサラリーマンに、ほっぺたペンペンされて起きた。現実に戻った、のか？とか思って、とりあえずお礼して、何だったんだろうかと思いながら、電車を待ったんだ。ぶっちゃけ超怖かったけど、帰りたいしね。んで、電車が来たから、乗ろうとしたら後ろで、〇〇許さんって、あったら言っといて。って間近で聞こえた。心臓が止まるかと思ったけど、ビビって振り向かずに電車に乗った。ドアが閉まって走り出した頃、チラッと乗ったところ見たら、ピンクのパーカー着たやつが、手を振ってた。ってのが、お化け見た話ね。んで、〇〇ってのが、また中学の同級生の男でさ、会うこともなかったんだけど、そいつが、先週死んだってフェイスブックで知った。なんか、俺がトリガー引いたみたいで、シャレにならないくらい怖い。質問。大して怖くないと思いますが、先週グアムに行った時に、私が実際に体験した話。妻とグアムに行って、のんびりプールに入ったり、ショッピングに出かけたりして、楽しく過ごしていました。最終日の夜、不思議なことがありました。その日は、次の日の飛行機に備えて、プールバーで軽く酒を飲んで、午後10時には就寝しました。が、午前2時頃に、目が覚めてしまいました。妻は就寝していたので、忍び足でベランダに行って、ウイスキーを一杯とタバコを吸って、部屋に戻って、再びベッドに入りました。ベッドに入ってすぐに、誰かが、第三次世界大戦は、どんな理由で、どのように始まるか？という質問を投げかけてきました。普通であれば、すぐに不審者だと感じ、対処すると思いますが、私はなぜか、自然と回答していました。彼は自分の意見は全く言わず、次々と私の回答を深掘りしてきて、私は大した知見もないので、適当にお茶を濁していました。ようやく、隣から話しかけてきている彼は誰だ？という疑問が生じ、私と妻のベッドの間のスペースに顔を向けると、一人の男がいました。暗がりで、限りなくシルエットに近いものでしたが、おそらく軍人、それも大昔の日本兵に見えました。見た瞬間、お前は誰？と言おうとしたら、顎が押さえつけられるような感じがして、声が出ず、体も動かない。金縛りにあったことがないのでわからないが、
金縛りかもしれないと思った。金縛りの中で思い切り左腕に強い痛みを感じました。なんとか目を動かすと、ただ私の腕を握る他の腕がそこにありました。腕だけなのに出血もありませんでしたが、見たこともないぐらいゴツゴツした手でした。そこで金縛りが解けて、慌てて振り払ったら一瞬でその場から消えました。その後特に落ちもないですが、私個人としては初めて幽霊を見た出来事でしたし、未だに寒気で鳥肌が立ちます。第三次世界大戦のことなんて考えたこともないし、そもそもまったりリゾートに来てる中でなぜこんなことが起こったのか、彼は何を私に伝えたかったのか、未だに頭から話すことができません。多分を失礼しました。綺麗な鳥居とボロボロの社、山梨の古関の山が父の出身地で、そこにボロボロの家が一軒建ってて、そこに祖母とおじが暮らしている。おじには障害があるが、なんとかその二人で暮らしている。その集落は以前はある程度人がいたのだが、今はついにうち一軒だけになる。そのすぐ上に鳥居があって、ボロボロの建物がその上に見える。いつもその鳥居に行く等感というか恐怖を感じるので、その鳥居を潜ったことはない。そもそもその鳥居があることに気づいたのが割と最近。建物はボロボロなのに鳥居だけはなぜか綺麗なのが印象的。今度祖母とおじが施設に行くことになり、集落はついに誰もいなくなる。その神社には宮司がいるようには見えない。祖母に神社のことを聞いても知らぬといい、おじは興味がないから行ったことがないという。祖母は家に泥棒がいるという。私を含め家族は認知症の初期状態だと思っている。実際それは正しく、泥棒が部屋を掃除しただとか、泥棒が冷蔵庫のものを食べただとか、物の位置を移動しただとかいう。祖母を安心させるため、祖母の家に4カ所防犯カメラを設置し、マイクを設置し、泥棒が悪さしていないと教えてあげようとした。祖母が一日中泥棒がいて泥棒に殴られたと言っていた日、祖母は頭に傷を負っていた。防犯カメラを見るに、頭を襖にしたたかにぶつけていただけ。この程度で済んでよかったと思い、一応防犯カメラを前後3時間ほどを早送りで再生した。すると赤い光が散見された。なんだと思い拡大してみると、赤い長方形5センチ ×15 センチほどの赤い札のようなものが、ちょうど人の頭くらいの高さの位置を歩くように上下しながら動いているのが見えた。怖いので一応保存して、保存したデータが入った DVD は紙でくるんで四方に塩を置いてある。今度馴染みの神主さんあたりにどういうことなのか聞いてみて、必要であればその動画を見てもらおうと思っている。それと私が祖母の誕生日にあげたピューター製錆びない青灰色の金属のペンタクルス、文化人類学で世界のオカルトを学んだ私が自作した身代わりの鈴みたいなものなんだけど、それが真っ赤に錆びていた。今度祖母とおじが施設に行ったら、山の所有者である父と私がその家とやたら綺麗な鳥居とボロボロの社をどうにかしないといけないんだけど、どうしたらいいのかわからず途方に暮れている。父は全て放置でいいと思っているらしいが、今後その家と近辺どうすればいいのか、正直私は理系だしオカルトなんて鼻で笑っていたが、今回に限りかなり怖いと思っている。まあオカルトは嫌いじゃないけど、基本理系思考だから、何人かに相談してから一番実利になる方法で処分したいとは思っているが、なんか怖いからここに書いた。それだけです。怖い話でもなんでもないね。ごめん。今から行く。怖いかどうかもまだわからないけれど、つい昨日というか今日の深夜1時の話、実家住みの私のところに帰省したという友達から電話が来て、今何してるって聞かれたから、普通にゲームしてるって返したら、今から行くと言ってきた。別に暇だし年末だしいいかと思い、オッケー出して数分後、今吉村のとこの自販機まで来た。お前の家ってこの道どっちだっけと電話が来た。吉村の家は私の家から4キロほどの地点で、自販機が4台くらい並んでいるスペースがあって、ベンチもあるから昔はよくそこをたまり場にしてた。で、そこから道が2つまっすぐ行く道と左に行く道があって、
まっすぐ来る方向に、私の家があるから、まっすぐ、でと伝えた。そして、わざわざそんなことで連絡すんなよ、とか話してきて、数分後、また電話が来た。トンネルんとこまで来たけど、お前の家って、トンネル潜るっけ？とのこと、俺の家はトンネル潜って向かう道、それを伝えて、また数分後。公民館まで来たけど、まっすぐでいいんだっけ？と聞かれて、まっすぐだと答え、ついでに、なんなら迎えに行くか？と聞いてみた。家を忘れてるなら、その方が早いかもしれないと思って、そう切り出した途端に、電話が切れて、それから1時間、連絡がないから、電話をこっちからかけようと履歴見たけど、そこに、そいつからの履歴はない。最後の履歴は、昼頃に父親からの電話、それだけというか、電話してたの誰だっけ？なんか、メリーさんの電話みたいな雰囲気だったことに、少しゾッとしたけど、今のところ何もない。少しずつ近づいてきていたのは、誰だったのか。誰なんだろうな。自分の居場所を知らせて、大丈夫な存在だったんだろうか。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。